ドラえもん、何か楽しいことしよう。オッケー、わかったよ。タッタラダッタッタッタラダッタッタ、どこでもドア。こんにちは、サトチンです。まずはドラえもんとのび太が発売されました。今後静香ちゃんとかスネ夫とかジャイアンが発売されるそうですね。今回このシリーズは僕は全部集めたいと思います。それではまずドラえもんから見ていきましょう。フィギュアーツゼロ、ドラえもん、僕ドラえもんです。で、側面はこんな感じとなっていますね。最近のドラえもんっていうよりかは初期のドラえもんの絵に近いですね。開けます。てってれれって、てってれれってって。紙が入ってますね。静香ちゃん、のび太、スネ夫、ドラえもん、ドラミちゃん、ジャイアンとなっています。これがね、これから出てくるんですよ。のびのび太は3240円。ドラミちゃんは3024円。静香ちゃんは3024円。ジャイアンが3780円。スネ夫が3024円となっています。おもちゃ屋ならば 20% から 30% 引きぐらいで買うことができます。買うところにもよりますけれどもね。で、裏を見ると、おー、3月5日大公開。新のび太の日本誕生。あ、このバージョンも発売されますね。発売日は3月。そして5832円。いや、高いけれども、ぜひともこちらも買いたいですね。いろいろな付属品がついてきます。よいしょ。取り出すとこんな感じです。手が動きますね。で、胸には鈴、四次元ポケット。そして後ろはこうなっています。足っぽ、尻尾もグリグリ、少しだけ軟質素材で出てきてますね、尻尾。頭も一応取ることができるんですね。で、フェイスパーツ。あ、こんな感じなんだ。で、目を付け替えることもできます。こんな感じに付け替えるんですね。よし。おー、いいね。プラモデルもいいですけれども、こんな感じのタイプも好きです。あ、口が閉じてるバージョンもあります。付け替えてみましょう。こうして、フェイスパーツをつけます。で、こう。これが目のついてない状態。なんとも可愛らしいドラえもんです。僕的にはやっぱりこっちのでいいですかね。続いては、のび太を開けていきましょう。でってでで。本体とフェイスパーツ、顔ですね。顔を付け替えるタイプですね。目は取れません。そして、どこでもドア。これクオリティ高い。一番くじとかにもありましたけれども、全然いいですね。すげえ。さすがフィギュアーツですね。これでね、いろんなところ行けたらいいなと思います。よいしょ。そして、補助パーツとして、こちらのね、商品がついています。倒れないようにかな。そのまま自立しますけれども、これをね、ここに差し込みます。ほい。安定感抜群。で、扉を開けて、扉を開けちゃうと重りでね、向こうに倒れちゃうんですけれども、こちらのドアの台座。これを取り付ければ、おー、これでね、いろいろな角度から飾ることができます。そして、のび太の全体像はこちら。手は動きますね。こちらのフィギュアは今のアニメののび太に近いですね。そんな気がします。で、顔のパーツを取る。取って、はめ込む。そうすると、にっこりのび太。首もだいぶ曲がりますね。まあ一周できます。ということで、以上、フィギュアーツゼロ、のび太とドラえもん開封動画でした。気になる方は買ってみてはいかがでしょうか。新発売なので、ね、最新のドラえもんのフィギュアです。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。